わずかに覗いていった6号艇の太田でしたが、ゆっくりとした流れに変わって作戦行動は定番順です。 SG 第65回ボートレースメモリアル2つ目の準優勝戦第10レースが始まりました。1号艇群馬の武須島誠、2号艇大阪の石野孝之、3号艇東京中野次郎、4号艇東京若林翔、5号艇は佐賀山田浩二、6号艇大阪太田和美です。さあ、ディフェンディングチャンピオンナイターキングの武須島が絶好枠陰線に構えていきます。2コースは2号艇の石野孝之、今大会には大村希望推薦枠で出場。3コース3号艇の中野次郎、 SG5 度目のファイナル進出を目指していく中野、4コース静かに後方に下げていく4号艇の若林翔、メモリアル6年ぶりで2回目の SG、 初の予選突破となりました若林。5コース5号艇の山田浩二、昨日予選ラストは2周1幕スーパーショットを披露した山田。そして6コースのミラクル再びあるでしょうか、6号艇の太田和美。第10レースの準優勝戦、1番2番3番4番5番6番と枠なり3対3の体系スタートしていきました。 1,2 コースしっかりと内の手がスタートを先行、1周第1ターンマークに向けてまずは1号艇の武須島、そして2番3番先手の1幕ところからまくり出し、5号艇も入っていく山田、先頭は1号艇の武須島誠、追走は2号艇の石野孝之、3着争い5号艇3号艇並んで、あとは6番4番スタートは絶対正常でした。先頭1号艇の武須島2マークをトップで返す、内運んでいく5号艇山田、外握り前の2号艇石野、2着を競りますが2号艇石野が先行し、上位体系は1番2番5番の体系です。先頭は1号艇の武須島が後ろを4点進離しています。追走2号艇石野からは3点進後と、5号艇の山田浩二、山田引き波の上落として回って外から6号艇接近、内には3号艇中野も迫っていきます。わずかに立て直し5号艇の山田が3番手をキープ、後方は水が空いてきて3号艇6号艇4号艇の順です。上位体系は1番2番5番の体系、2周目第2ターンマークを返してきます。先頭1号艇の武須島誠、追走は2号艇の石野孝之、さあまた近づいてきた5番と3番、先行5号艇の山田、接近しては3号艇の中野が2艇進後方、レースは最終第1ターンマークを迎えていきます。前の2艇が大きく抜けました。イン速攻1号艇の武須島、追走は2号艇の石野です。3着争い再び5号艇の山田浩二がリードします。5艇身離れた4番で6号艇の太田と3号艇中野が並走、最後方は4号艇の若林で、最終 第2ターンマークラストターンマークの旋回です。1番2番5番の組3連単のオッズ 9.6 倍を示しています。第10レース準優勝戦、先頭1番武須島ゴールイン、2着は2番石野、3着は5番山田、そして6番太田、3番中野、4番若林ゴールインです。SG 第65回ボートレースメモリアル2つ目の準優勝戦を勝ちました武須島誠選手にお話を伺います。お疲れ様でした。はい、疲れました。疲れました。はい、宇宙戦艦ヤマト2202コラボトートバッグ差し上げま す。ではですね、勝ちましたレースを振り返っていきたいと思います。はい、まだここではお疲れになってないですよね。はい、ここはまあでもちょっとね、作業がいっぱいあったので、あ、はい、そうです、まあ、集中していました。うんうん、でもはい、はい、スタートに関しては思い切って分けました。そうですね、今日スタート練習全部決まんなかったんですけど、うん、ここは会心抜いてました。わかりました。はい、1マーク、はい、何か反省点があるんですか。まあ、幅取りすぎて、うん、寄りすぎて最後、うんうん、切り直してたので、はい、まあ、もっといいターンができましたね。そうなんですね。はい、石野選手が内、はい、それから中野選手がちょっと外へ行くような形の1マークにはなりました。はい、その後の2マーク、2マークはやっぱ丁寧に回った分だけいいターンができてるなと思いました。うん、そうですか。節間の中ではこれが3勝目になるんですが、はい、勝ち方として一番気持ちよかった内容的な部分では、いや、まあ、でも準優勝戦勝ててるので、うん、これがね一番気持ちいいですけれども、はい、ただねここでいい反省点が出たので、うん、明日に生きるかなと思います。わかりました。はい、あの序盤戦から、ね、大きな部品交換などもあったわけなんですけれども、はい、ターニングポイントみたいなのはありました？まあ、初日のセット交換ですかね、がね、しっかり当たってくれたので、まあ、本体にも整備士さんにも感謝ですね。そうですか。はい、
それこそね、常滑の王者の時にはえぐいなんていうことも出てましたけど、いやーねー、もう一度ああいう仕上げにしたいですけど、はい、なかなか、うん、今の段階で、はい、評価としてはいかがでしょうか。まあ威張れる足じゃないですけど、出足はいいですね、うん、そうですか、うん、はい、優勝戦に向けて、はい、もうここでしっかり準備はできたかなという、今ので結構つかめたので、うん、楽しみな足になると思います。わかりました、はい、では最後にファンの方に桐生を代表して一言お願いします、はい、そうですね、ボートレース桐生でもたくさん応援してくれてると思いますので、いい結果を持ち帰りたいと思います。宇津島誠選手にお話を伺いました。明日も頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。